はい、どうも、あやたろうです。すいません、今日ちょっと違う場所で今撮影してるんですけれども、しゃもじ忘れたしゃもじ忘れた。今日はですね、最近僕すげー太ってきまして、もうやばいんですよ。なんかこんなんじゃね、運動もできないということで、だって去年まで僕そのソフトテニスの実業団でやってる頃って僕体脂肪 10% 切ってたんですよ。7% から 9% ぐらいだったんで、去年まで、去年から一昨年までは 7% から 9% だったんで、今多分もう10何%だろう。もうね、お肉好きがよろしくてってことで、今日はね、あの時の体にね戻ってやろうかなと思って、今日からちょっとトレーニングまた再開しようと思うんですよ。その時にやってたね、よくトレーニング YouTuber さんでグレートサイヤマンさんっていう、グレートサイヤマンさんがよくやってたアブローラーあるじゃないですか、あれをよくやってて、あれですごい腹筋ついたんで、あれをねまた再開しようかなと。でめっちゃきついんですよ。しかも僕のなんかあのアブローラーってあのなんか2個バージョンのやつで、めっちゃきついんですよこれ今ちょっとできるかわかんないですけど、またねみんなも頑張ってるということで、僕もまた一から絞り直していこうかなと思うんで、一緒にトレーニング頑張りましょう皆さん。じゃあやっていきたいと思います。できるかなバーンって倒れちゃいそう。できなかったら即終了だよこの動画。よし、ではやっていきたいと思いますできるかな、マジ怖えな。2個のやつだから普通にはきついんだよね。もちろん膝はつけないでやります。ちょっとぜひ皆さんやってみてください。マジできちい。ちょっとね、いきなりやっちゃダメだねこれ。15回3セットとかやってたんですけど、これちょっと5回3セットで、きついですね。マジ衰えてる。よし、頑張るぞ。まあ、やばい、マジきついわ、これ。手首持ってかれた。あと1セット。頑張るぞ。頑張るぞ。拳で。頑張ろう、あと3回頑張ろう、あと3回、3回頑張ろう。よいしょ。マジデブこれはいかんな、ちょっと膝つけてやろう。マジこれ膝つけないでやってみて、みんなマジきちいから。よくこれ去年できてたよなと思う。膝が痛い。ああ、きちい。久々にトレーニングしてるわ。はい、ただいま終わりました。あとはね、ちょっと腕やって、もうちょっとトレーニングして、最後走って終わりたいと思います。ちょっときついわ、久々にやったら。去年とかね、がっつりトレーニングしてたのにね、こんな衰えるもんなんですねまあちょくちょくトレーニング動画も上げていこうかなと思ってるんで、一緒に頑張っていきましょう2ヶ月後、あゆ太郎のバッキバキのね、体を楽しみにして、ではまた、バイなー。
Thank you.